こんにちは。今回はこちらパンドラハウスでこの前購入した年末に購入したのかな、1玉50円で買いました。で、10玉セットで買ってますね。で、あと4玉あって、これで5玉あります。まあこれはね、その春先でも使えると思うし、まあそんな急いで使わなくてもいいかなと思うんですけど、可愛いからね、ちょっと使っていこうかなと思います。カラーナンバー2番、アクリル 77%、 レイヨン 23%、 25g 20m 入ってます。で、かぎ針の指定が 7mm から 8mm ですね。こういうの、まあセリアさんにも売ってますね。まあセリアさんでも何回か買ったんですけど、それが50円で買えるめっちゃ嬉しいですね。だから10玉で500円でしたね。これで、まあ指定通り 8mm で編んでいこうかなと思います。で、輪を作って、まあちょっとね、まだこういうポコポコしたのって慣れてないんで、まあうまくできるかわからないんですけど、まあ前はね、スヌード作ったんかな、マフラーかそういうのを作ったんですよ。あ、違う。三角章で作ったんだ。で、まあ、結構サクサク、もっと大きい、10ミリだったかな。で、サクサク編んだので編みやすかったんですけど、まあ、今回はね、ポーチ編んでいこうかなと思います。ポーチかバッグか。まあ、これで編んだらめっちゃ可愛くなりそうと思って。まあ、普通にメリヤス編みで編んでいこうかなと思います。で、輪の中に細編みを6個していきます。こうやってね、いきなり太くなったりして、まあちょっとまだ慣れないですね。3、4、5、6、6個して、こうやってグニュグニュってなるんですよね、これ。それが結構この糸の特徴であって、まあちょっと編みにくいって私は思っているんですけど、これでね、グッと締めます。編みにくいけど可愛いから買っちゃうっていうね。こう、ぐっと締めて。で、最初の細編みの頭に、こう、輪を大きく出して、引き抜いて、つけていこうかなと思いますね。で、ぐっと締めて、引き抜いて、立ち上がり一つのところで、ここは、向こう側に糸を渡して、こう挟んどこうかなと思いますね。いつもの通り。で、輪を締めながら。で、ここからメリヤス編みで取っていこうかなと思っています。まあね、こうやってメリヤス編みで取っても可愛いんで、これは棒針ですよね。はぎ針で。で、この細編みの頭の左側にこう V ってあるんですね。ここと、向こう側はこの V を右側に外します。V が左になるのかな？左になって、で、同じところに細編みを2つ、ゆったり編みます。まあ結構分厚く編めるので、いいですよね。で、次はこの V の中で、表は V の中で、裏は V の右に針をしますね。で、こう巻き込みながら同じところに細編みを2つ、2つ編んで、まあ、いけそうですね。めっちゃ可愛い。で、次のところも V の中と後ろは、まあ自然に取ったらね、こういう風に左に寄るんで、こういうところを見ながら入ってるかなっていうのを見ながら、こう同じところに細編みで、細編みを2つで増やしていきます。こんな感じでずっと円を増やしていきます。まあ、この中心がね、こうやって緩んでくるんですけど、緩んでくる時にまたこう締め直しますね。こんな感じで。これでずっと円を増やしていこうかなと思います。めっちゃ可愛くなりそう。これでね、何段増やしましたってまたお伝えして進めていきます。はい、こういった感じで編んできてました。で、1、2、3、4段編んできて、一番最後は1細編みして
増し目12、増し目12、増し目の段で終わってます。でここでちょっとサイズ測っとこうかな。直径10センチぐらいで、まあもうちょっと編んでたんですけど、まあ側面を編んで、あとポーチを作っていこうかなと思って、一玉でできるかなと思うので、こう右を取って一つに対して一つこういう風に入れていこうかなと思います。まあ、これもねどこまでできるかわからないんですけど、もしかしたら糸を足すことになるかもしれないんですけど、できるところまで増やしていこうかなと思います。編んでいこうかなと思います。一番最後もまた紐をどうするかっていうのも、まあ、見ながらちょっと考えていこうかなと思います。ではずれた側面を何段編んでいきます。はい、全然足りませんでした。ここで1,2,3,4 4段で増し目して 1,2,3,4,5 5段、6段目ちょっと編めたところですね。ここで、まあ、足りないので糸を足していこうかなと思います。中側が裏なので裏に糸を当てて、でこういう細編みで引き出したところで引き抜きます。でまた針を刺してから巻き込むと巻き込みやすいかなと思います。この V の外側を刺してで巻き込んで編んでいきますね。これでずっとある程度巻き込んで、また外して、そこからまた普通に編んでいこうと思います。もうちょっと高さがいるかなと思うので、あと何段か編んでいこうかなと思います。はい、こういった感じで編んできました。で1,2,3,4 増し目して 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9段編んできてます。で一番最後はいつものように輪を大きく出して、最初の細編みの頭に後ろから針を刺して引き抜いて、まあ、立ち上がりを1,2,3してで裏返しにして、でこの根元の細編みを飛ばして次のところに長編みを入れていって、この穴を作っていこうかなと思ってます。まあこうやってブルブルってしないこういう風に吸ってるんですね、いつもねじねじしてくるから。それで、まあ、ここはね本当は立ち上がり3とプラスこの横の部分1つ編んだ方がいいのかなと思うんですけど、まあいけそうなのでこの3個だけでやりますね。で鎖編み1つして引っ掛けて、まあこの V の中を取っていってから、V の中を取っていきましょうか。ね、これを引っ掛けて、この一つ飛ばして V の中で、ここは普通に外します。で、長編み、あ、この方がしっかりするかな。で、鎖編みして引っ掛けて、一つ飛ばして次の V の中と向こう側外で長編み。でねじって編んでもいいのかもしれないんですけどね、ちょっとこう戻しますね。これでずっと一周鎖編み長編み鎖編み長編みでずっと最後まで編んでいこうかなと思います。はい、こういう感じで交互に長編み鎖編み長編みで編んできて、今長編みしてます。で一番最後は鎖編みで終わろうかなと思います。でここに針を入れて引き抜いて、立ち上がり一つでグッと止めておこうかなと思います。でカットします。カットしてセット抜いて、で糸始末していきます。で糸始末して、今回穴開けたので巾着で紐を作ろうかなと思ったんですけど、まあ、紐、これでね、鎖編みできなさそうだし、まあ、できることはできるのかな。でもちょっと難しいなと思ったので、ちょっとね、普通の紐、つけていこうかなと思います。まあ、ゴソゴソしてたら、
こういうの出てきて、このダイソー、ダイソーのリボン。これをね、通していこうかなと思って。なんでね、ちょっと大きめにしてますね。穴も。いろんなとこに通って、こう糸を割ったりとかして、糸始末していきます。こう、また割って、で、割って糸始末していきます。ギリギリでカット。で、一番最初のところも巻き込んでるのでギリギリでカットします。で、こちらはちなみに、グログランリボン。サイズが6ミリの 3.5 メートル入ってますね。ダイソーで、で、こういうのですね。まあ、ちょっと真っ黒っていうか、ちょっとコーン入ってるのかな。ちょっと出していきます。はい。こんな感じで出してきました。で、ちょっと太めのもので、まあ、もう一つありましたね。ダイソーで、こちらはなんか使ったみたいで。こちらはザラッとしてなくて、素材もちょっと違うのかな。まあ、両方ね、この細い太いがあるのかどうかもわからないんですけど、まあこういうのを持ってたので、太い方。この細い方ちなみにこういった感じですね。3ミリの4メートル。いいの。で、太い方を使っていくので、これはちょっと長さをね、見ていきます。で、ちょっとね、こう出たくらいが私は好きなので、ちょっと多めにしようかな。これの2倍。これの2倍を取って、で、ここで1回切るので、もう1本欲しいんですね。なので、ここで同じ長さを取ってきます。こんな風に。ここでカットして、これで切っていいんかな。で、2本にしときますね。で、2本にしといて、アイロンをかけていきます。ここちょっと、シワっていうか出てるので、アイロンかけます。はい。アイロンをかけてきました。で、ここで、まあ、斜めにカットしとこうかなと思って。で、斜めに、まあ一応カットしても、こういう風にね、プラってなるから、これはね、ひで炙るっていうものなのかな。ちょっと炙ってみようかなと思って。うんってね、カットして、一応斜めにカットして、こっちも適当な感じで、カットして、斜めにカットしておいたら、なんかおしゃれな感じになるかなと思って。でね、ちょっと炙ってみようかなと思います。はい。めっちゃいい感じになりました。なんかね、ジャッカマンを持って、私は、ちょっとトークを持って、ここもね、トークを持って、軽くふわって、炙りました。めっちゃいいですね。でね、ちょっと通していこうかなと思います。で、いつものように通していくんで、立ち上がりのところ、ここですね。ここを一応、端にして、まあまあ、まるなのできるかなと思って、柱一本を残して、まあ、手で通していこうかな。こうして。なんか太いときはね、こういう風に通していけるんで。やって、交互に通してます。で、一応ね、一本通して、で、もう片方も反対側から通していきますね。まあ、二本残っちゃいましたね。まあ、これで、仕上げようかな。まあ、日本だと、ここを残そうかな、この日本。なので、日本っていうことが分かったので、ここはね、ちょっと、詰まってるので、まあ、日本を残すようにします。まあ、それもいろいろあると思うんで、やりやすいやり方で、やっていただけたらと思います。そうやってね、まあ、いい感じですね。まあ、これはね、黒みたいですね。
なんかちょっとネイビーっぽく見えるんですけど、ネイビーはまた別にあるみたいですね。なんか書いてました。これがネイビーかな。もう片方、細い方はね、なんかいろんな色があるみたいですね。ネイビーとライトグレー、これはある色なのかちょっとわからないんですけど、まあ一応書いてますね。そこでね、こういう風に持って置いといて、次反対側から、次はね、この空いてるところがこう埋まる手はですね、こういう同じところを通していきます。1本目に入ってるところと同じところにこういう風に通して、でちょうどこの端に来たところで止めようかなと思うんですけど、ここもねちょっとずれると思うんですけど、ここにしようかな、真ん中。なのでこれはこれで置いといて、次はこの長い方を取って、ここを埋めて、で同じところを通していきます。あ、可愛いですね。これもバレンタインにいいかもしれない。まあ、ピンクっていうのはどうかな。まあ、色もいろいろあるんで、ブルーもありましたね。ブルーみたいな、グレーみたいな。これで、あ、めっちゃ可愛い。これでこうやって向きを揃えて、まあ、揃えなくてもいいのかな。で長さを揃えて、でグッて、まあ、ちょっとこう帰ってくる感じはもう結んでしようかな。まあしょうがないですよね。なんかね、ここビーズとか入れてもいいと思うんですけど、なんか合わないと思うんで、まあ、このままで仕上げます。まあ合うものを優先に。でいつものようにこうやって結んで仕上げますね。まあこうやってね、通すものじゃないと思うんで、グッと締めて、あ、かわいい。でもね、ちょっと向きを揃えて、で端も揃えて、まあここはね、揃えても揃えなくても、揃えない方がかわいいんかな。こういう風に一緒に結んで置いておきます。ちょっと長さも変えた方がかわいいのかなとか、いろいろあると思うんですよ。グッと締めて、で、さっと開いて、さっと閉める。で、この口が、まあ、緩んでくるのが気になる場合は、あ、ワンちゃん泣いてきたな。だって、結んでっていう感じですかね。めっちゃ可愛い。可愛くなりました。まあ、こういうのもいいですね。さっと開いて、なんか大きいものとか入れるもの。ちっちゃいのものも入るかな。まあ、ちっちゃいものもね、ちっちゃくまとめてポイって入れれるんで、この中にちょっとサイズを測っとこうかなと思います。めっちゃ可愛い。ね、一応 1,2,3,4 段増やし目したところまで、ここかな、だいたい10センチ、11センチぐらいですかね。で、そこが、そこも10センチぐらい。まん丸って感じですね。で、横幅はね、測って意味があるかわからないんですけど、15センチあります。何か参考にしていただければと思います。まあ、2個目がこれぐらい余った感じですね。まあ、今までね、これで作れたらいいかなと思うんですけど、まあ、できなかったので、ちょっとリボンを使ってみました。まあ、こういう紐はね、どんなものでも合うと思うんで、これがね、そんなに派手なものじゃないので、めっちゃ可愛いですね。ハートいっぱいって感じ。見やすさみは可愛いですね。こんな感じめっちゃ可愛くできるので、まあ、色違いとか、まあ、また、この素材、編む素材を変えたりとかしても、だいぶ雰囲気も変わると思うんで、ぜひ編んでみてください。今日
今日も最後まで見てくださりありがとうございます。